平野紫耀エルジャポン特別版でルイ・ヴィトンコラボと国際的な展望を語る。ファッション界とエンターテインメント界を融合。日本のエンターテインメント界で輝く若手俳優、平野紫耀賞さんが、女性ファッション誌、エルジャパン、エルジャポンの11月号特別版で初めて表紙を飾りました。 その発売は9月28日に迫り、予約殺到のために早くも重版が決定しました。今回の特集では、平野紫陽さんがルイ・ヴィトンとのコラボでファッション界にも進出し、将来の国際的な活動について語っています。平野紫陽とエル・ジャポンの初コラボ。 エルジャポン氏はハースト夫人が放射から発行されている日本の女性ファッション誌でその洗練されたファッションと美容情報で知られています。この誌が特別版として平野志耀さんを起用するのは初めての試みであり、それだけで注目を浴びています。平野志耀さんはジャニーズ事務所に所属するアイドルグループ、キングプリンス、 キンプリのメンバーとしても知られ、そのイケメンぶりと演技力で多くのファンから支持を受けています。彼がエルジャポン氏に登場をするということは、ファッション界においても一石を投じることになるでしょう。ルイ・ヴィトンの最新コレクションを身にまとう。平野志耀さんは、特別版の紙面で、ルイ・ヴィトンの最新コレクションを着こなしています。 そのスタイリッシュなファッションセンスと洗練されたビジュアルがファッションファンや平野さんのファンを魅了しています。彼がルイ・ヴィトンとのコラボを果たしたことでファッション界とエンターテインメント界が融合する瞬間を目撃しました。インタビューで語る今後の展望。特別班のインタビューでは平野紫耀さんが現在の活動や今後の展望について率直に語りました。 彼は日本国内でのコンサートについて触れ会場で飛ぶようなコンサートはまだ日本でしかやったことがないので海外でトライしてみたい。日本のエンターテインメントの良さをちょっとずつでも広げていきたいです。と述べました。このコメントは彼が今後国際的なステージで活躍し日本のエンターテインメントを世界に広めようという意気込みを示しています。 ファンたちは、その展望に胸を膨らませていることでしょう。デジタルメディアでのプレゼンス。エルジャポン氏の特別版発売に合わせて平野志洋さんのファッション性を引き出したスペシャル動画や紙面と異なる、アナザーインタビュー撮影の舞台裏写真が、デジタルメディア、エルデジタルと同紙の公式 SNS で公開されました。これにより、彼のファッションと個性に触れる機会が広がり、 ファンとの交流が深まったことでしょう。通常版との比較。エルジャポン氏の11月号特別版は通常版と比較して平野志耀さんの特集画像ページで掲載されています。通常版では俳優の広瀬すずさんが表紙を飾り、彼女の特集も注目を浴びています。 しかし、特別版は平野紫耀さんの存在感とファッションセンスをより多くの読者に伝えるために、彼のファッションと思考にさらに深く迫った内容となっています。結論。平野紫耀さんのエルジャポン特別版の発売は、彼のファッションセンスとエンターテインメント活動に対する情熱をファンに示す重要な一歩となりました。彼の国際的な活動への意欲は、 今後の彼のキャリアがますます注目される要因となるでしょう。この特別版の成功は、彼の多彩な才能と魅力が幅広い分野で評価されている証拠であり、将来の活躍に期待が高まります。平野志耀さんがファッション界とエンターテインメント界をつなげ、新たな扉を開く日本のトップエンターテイマーとしての地位を築いていくことでしょう。